自分たちが利益を得るために、加藤美優を失格へ追い込んだ対戦ペアに相棒の母国協会も辛辣批評。罰則が過剰すぎる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フランスで起こった一大ハプニングは、遠くインドネシアでも小さくない話題となっている。 現地6月4日、次大大会、全仏オープンの女子ダブルス3回戦で、加藤美優、アルディラスチアディ、日本、インドネシア、組はマリーボウズコワ、サラソリベストルモ、チェコ、スペイン、組と対戦。加藤組は第1セットを落とし、第2セットを3から1とリードして迎えた第5ゲームだった。加藤が相手コートへ打ち込んだ球が、 対戦ペアにボールを渡そうとしていたボールガールの頭部を直撃。少女は痛みとショックで涙が止まらなくなった。主審は加藤に警告を言い渡し、加藤はすぐさまボールガールの元に向かって謝罪したが、最低が甘いとばかりに黙っていなかったのが対戦相手のペアだ。ソリベストルモは失格でしょ。わざとじゃない彼女は泣いているじゃない。 と、幕下手坊ズコワは血が出ているわ、よ。よく見てあげて、と促す。やがて大会のスーパーバイザーとレフェリーが登場して競技を重ね、加藤に失格処分が下ったのだ。しかも賞金とポイントをも剥奪するという、手厳しいペナルティーも課された。 すぐさま加藤のもとには選手仲間たちから励まし合えるが続々と寄せられ、プロテニス選手協会も失格処分は不当、賞金とポイントは返還されるべきだ、との声明を発表して彼女をバックアップした。一方で、ボウズコワとソリベストルモは容赦ないバッシングを浴びる。 両者の SNS には合わせて1万件を超える非難の声が書き込まれ、加藤の相棒であるスチアディもインスタグラムで、彼女たちは間違いなく学校に行って、一からスポーツマンシップを学ぶべきよ、と断じた。さらに、スチアディの母国インドネシアのテニス協会も怒りをにじませる。 同協会の国際部門でチーフを務めるゴファーイスマイル氏は、地元メディア、オカゾーンの取材に応じ、彼女たちの失格処分と、加藤に対する賞金ポイントの募集は厳しい。罰則が過剰すぎる、と主張。加藤はボールガールがボールを取れるように打ったはずだが少女は準備ができていなかった。 人に危害や怪我を与えるための意図的なボールヒットではなく、純粋にどこでも起こり、売る事故だった、と結論付けている。そして、坊主子は、ソリベストルも組の振る舞いには、次のように休暖した。当初審判は加藤に注意を促しただけだったが、私の意見を言わせてもらうなら相手のペアは自分たちの利益のためにあの場を利用したのだと思う。警告で終わっていたところが、 彼女たち二人が関係者を呼ぶように強く嘆願したため、事態は長丁場となり、最終的に失格のジャジが下されたのだ。イスマイル氏は最後に、カトウとスチアディへの過酷なペナルティが心の底から残念でならない、とコメント。国民的な人気を誇るスチアディの失格処分を受けて、やはりインドネシアのファンや関係者もショックを隠せなかったようだ。 女子ダブルスで無念の敗退を余儀なくされた加藤だが、その後、ティムプッツ、ドイツ、特んが混合ダブルスで快進撃。準決勝でスチアディのペアと戦って7から6、6から0のストレート勝ちを収めると、決勝でもビアンカ・ランドレスク、マイケル・ビーナス、カナダ、ニュージーランド、組を相手にマッチタイブレイクの末に勝利を飾った。 日本人選手による全仏オープンの混合ダブルス優勝は史上3人目の快挙だ。表彰式のスピーチで関類にむせびながら、加藤はボーズコワとソリベストルモの二人についても言及。サラとマリーにはまたどこかで良い試合がしたいと私は願っていますと語り失格は残念でしたが、今後良い結果が出てポイントが戻されることを願っていますと思いを明かした。 厚生マルザダイジャスト編集部。